はい、すいません、ちょっと切れてしまいましたけどね。まあそうですね、まあなかなかね、いいところもいいところも悪いところもありますけれども、まあ明日こそはね、地元広島マツダスタジアムで、カープが勝って、なんとしてでも初勝利に輝きたいですというわけですね。今日は、あともう一つなんですけども、今日試合は中止になって、で今日は横浜が勝って、広島は、なんと、今シーズン、初の最下位ですよ、ちょっともう。まあ、明日こそはね、まあ、勝って、なんとかね、まあ、最下位脱出できたらな、と思います。はい。というわけでですね、またね、またね、また試合の振り返りについてはまた、また明日。まあ明日はですね、試合あるのかどうかちょっとまあ天気次第なんでね。もしそのこともね、また、そのことも振り返りがあれば、また次の動画で上げたいと思いますのでね。よろしくお願いします。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。では、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。